はい、皆さんどうもおはようございます。今日もキュウエド側のワンドですねに来ております。風がなくて、水のクリア具合がさらに増しましたね。 10% ぐらいクリア具合が増しましたっていう感じですね。あ、ウェイト見ましたね。ボラです、やっぱりメインは。はい、ということで、昨日ちょっとね、時間かかっちゃったんですけど、内容っていうか、スマホで撮った動画だったので、あの浅井亜美さんと吉野翔美さんと、ね、グラドル2人のとのコラボ動画なんですけど、アップしようと思ったらめちゃくちゃ時間が、そのデータが重くてかかって、ちょっと遅くなっちゃって申し訳ないです。もしね、ちょっと見てない方がいらっしゃったらね、今日ちょっと空いてる時間とかに見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではやっていこうと思います。時刻の方が7時59分ですね。10月17日濁り方が、ハリーポッターの杖、もうネタがなくなっちゃった。もう発想力が低下中です今。18度にですね、今日18度、はい、18度ちょっと超えてる気もするけどな。ほぼ18度ですね。ほぼ18度で、まあ、デジタルじゃないんでね、これちょっと本当数字でピッと出るといいんですけど、まあ、多分デジタルより逆に正確かと思いますけどね。表面系のやつだとね、結構ずれるんですよね。ピッて非接触系のやつあるじゃないですか、水温計、あれって結構ずれるんですよね。これだったらずれはないんで。だから昔最初非接触系使ってたんですよ、最初の頃は。でももう最近はもうずっとこれにしました。間違いないから。正確性、細かいところまで測るって面ではちょっと劣りますけど、その 0. 何度とかまで出ないんであれですけどね。よいしょ、ちょっと最初いい感じなんでね、雰囲気は。スーパーサミーでいきます。おいしょ。あれ、あれ、よし。一応王さんから報告がいただいて、東洋頂点あと5個あるそうなんで金ギラ銀、七尾金ギラ銀なら5個あるそうなんで。結構ね、モンスラにしろ、昨日もね、このルアーでバイトあったけど外れちゃいましたとかっていう声が聞こえてきてるんで、もうだいぶこのルアーがマッチしてきてる季節になってきてるんですよね、かなり。お願いします。僕も去年ね、このルアーでランカー出したのが10月25日なので、本当にここ数週間の話の世界なんで、これから先1ヶ月半、11月いっぱいぐらいまではね、全然大活躍するルアーだと思うんですけど、なんせ僕が出していかないとね、先陣切ってお話にならない。昨日ね、このベンダーバル 8KM でアクションしたら、すごいアクションしやすかったので、めちゃくちゃこの巻きも踏まえて、なのでちょっとね、今日もこっちで来ました。玉切れする危険性はどちらのベイトの方がね、どっちかというとバックラッシュっていう魔法の技があるんで、ぶっ飛んでいっちゃう可能性があるんですが、それがないようになんとか頑張っていきたいと思います。コラボ動画のお二人のやつなんですけど、このね、グラ釣りっていうね、グラドル二人が釣りするグラドル二人の釣りチューブっていうね、チャンネル名なんですけど、最初ねグラ釣りっていう名前でやってたんですよね。僕が知った時はグラ釣りってなんだろうと思ってみたら、多分くら寿司の字をちょっと若干ね、イミテートしてくら寿司のくらって字がをグラドルのグラにしてグラチューブってやつなんですよね。グラドル2人の YouTube っていうのを略してたんですけど、途中でそれをなんかコラボの話いただいてた途中の間で変えたみたいで、ちょっとね覚えてなかったんですけど、長くなっちゃったから覚えきれなかったっていうか緊張してたすいません。
それでなんだっけ、そうそう、そっちのチャンネル登録してくれてるね、視聴者さんの方からもコメントいただいたりしてありがたい限りですね。皆さんもコメントいただいてありがとうございます。なんかすごいベイトピチピチチラチラ表面にいますね。うん、来てるね、ビシビシ来てますね。でもこれ天気は最高、めちゃくちゃ最高。曇ってて風がなくて、で体感的な温度も、まあ、今ロンティーとタンクトップに、このジャケット着ててちょうどいいぐらいなんですよね。快適ですね、非常に暑くなく寒くなくで風もなく、でベイトもちらちら表面にいると、これはいいですね。ほらほら、まあ基本田舎ですけどね。でも捕食してるシーンがあるわけではないんで何とも言えないですけどね。引き出しドーンって出ないかな。この波のあれの変化のチャンスで、こっちの方ちょっとピチピチ感が強いね。あー来た、波が。これね、声が入んなくなるんですよね。やっぱ GoPro が音を大きい方を拾うのか、なかなかね、ちょっとこう入んなくなっちゃう部分があるんですけど、なんとかかわして、もうちょっと岸より、今日は長靴なんである程度岸まで降りられる。あら、なんか拾っちゃったか、大丈夫か。出そうだけどな。やっぱりちょっとまだ潮が変化するちょっと前で止まってる感じなんでね、なんとも言えないですけど、ほいっと、お、さっ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 さ、おいおいおい、いった、あ、やめる、刺した、刺しましたね、カモメが。はあ、のんびりのんびり、今日は本当のんびりな感じですね。ちょっとね、下流側にも行こうかなと思ったんですけどね、ちょっとここのワンドのまったりした感じ、どんよりした感じ、シーバスさん休んでないかなっていうねイメージで来ちゃったんですけど、おお、ベイトか、びっくりした、コンつったからギラってなったけどベイトだった、びっくりした。多分ベイト、まあ、ベイトだろうな、そこですけど、うん、ベイトでしょうね。やっぱこのドキドキ感ですよね。一応誤爆した後も、もうすぐ回収しないでちょっと誘い続けた方がいいですよね。びっくり合わせしちゃって食った場所からかなりバーンってね引っ張っちゃって、もう本当にもうなんか5メートル6メートルずれちゃったらちょっとまた微妙なところですけど、誤爆してあ持ってってないって気づけて、合わせないでそのね、そこのステイさせてることができてるんだったら続けてアクションし続けた方がいいですね。そうするとまた追い食いしてくることが結構あるんで、針に触れてなければですけどね。はい、ということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。何時だろう、8時8分、あと15分ぐらいやれると思うんで頑張って出せるようにしたいと思います。
2025年3月下旬までか。まだまだですね。超まだまだですね。いやー、今22年ですもんね。あと3年ぐらい無理って言うんですかね、この道。きついなー。せっかくね、7553か3か、あの自転車をね、電動自転車でここをこうバーッと行くとね、非常に速いんですけどね。やっぱ八日堂の裏を回遊していくと狭かったりね、あのトラック系が多かったり段差も多いんでね、ちょっとやっぱり嫌なんですけど、まあでもしょうがないですね。津波とかそういうね、災害から守ってくれる工事なので、もうしょうがないですね。はい、ということで、ぜひ今夜お時間あるときに、3人のコラボ動画見ていただけると嬉しいです。ぜひコメントと、グッドボタンをしていただけると嬉しいです。そして、お二方のグラドル2人が釣りする釣りチューブと僕のナナオチャンネルですね、登録していただけると嬉しいです。ではまた明日よろしくお願いいたします。失礼いたします。